西口東口米原駅は、滋賀県米原市米原にある、西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道、大見鉄道の駅である。駅番号は、JR 西日本が JRA12、JR 東海が CA83、大見鉄道が OR01、JR 東海に所属する東海道新幹線と、 JR 西日本及び JR 東海に所属する東海道本線、JR 西日本に所属する北陸本線、大見鉄道の本線が乗り入れている駅である。北陸本線と大見鉄道本線は当駅が起点となっている。なお、東海道本線と北陸本線は JR 貨物の第二市鉄道事業路線にもなっている。滋賀県内で唯一の新幹線停車駅である。 JR 在来線における、当駅の所属線は、東海道本線となっている。東海道新幹線、東海道本線、北陸本線は、1987年3月31日までは、すべて日本国有鉄道の路線であったが、同年4月1日の国鉄分割民営化によって、JR 東海と JR 西日本に分割された。 東駅が JR 西日本と JR 東海の会社協会駅となり、東海道本線は東駅より大垣、名古屋方面が JR 東海、草津、京都方面が JR 西日本の管轄となった。東駅は JR 西日本と JR 東海の共同使用駅であり、在来線構内は JR 西日本、新幹線構内は JR 東海の管轄である。 また JR 西日本の東海道本線の当駅、京都駅間と北陸本線の当駅、長浜駅間には合わせて、美琶湖線の相性が設定され、一体化した運転系統となっており、大阪方面から来る列車は北陸本線敦賀駅まで乗り入れる。また、名古屋方面から来る列車は当駅で折り返し大垣、名古屋方面に向かう。かつては、米原を経由して、 JR 西日本、または JR 東海管内に直通する普通列車が設定されていたが、2021年現在は特急のみとなっている。前原駅周辺には鉄道関連の施設が多く設けられ、多くの鉄道従事者が駅周辺に在住したため、鉄道の街として栄えた。東海道本線における名古屋と京都の中間拠点でもあり、機関区や 客貨車の基地、貨物操車場が配備された。輸送改善の度に構内が拡張され、配線が変更されてきた。電化に伴って電気機関車の基地が置かれ、電気機関車と蒸気機関車の中継基地の役割も果たした。しかし、現在では、機関車交換基地としての役割を失っている。一方で、現在では、東海道新幹線と北陸本線との接続で、 重要な駅となっている。JR 前原駅の事務会コードは61147である。なお、国鉄時代に名古屋鉄道管理局が管轄していた頃は53134が用いられていた。旧駅舎西口1998年以前の旧東口駅舎1889年7月に東海道線深谷大津間と 四川長浜前原間の建設されたことで、前原駅が設置され、開業当初から結節点となった。それまでは建設費の削減を目的に、長浜大津間は太古基線による古城連絡を介して、名古屋、東京方面と京阪神方面が結ばれていた。深谷長浜間の急線は、一旦の休止を経て1891年1月に、 貨物専用の路線として復活し、1897年11月に廃止された後はこの区間を走っていた列車はすべて、前原駅を経由するようになる。東海道本線随一の急勾配を控える駅として補助機関車の連結や解決が前原で行われるようになった。そして、東海道本線と北陸本線との 接続駅としての役割を本格的に果たすようになるため、廃止に先立つ1895年1月に、窮屈になっていた感謝を増設することが決定され、1900年1月に、社長の合宿所も増改築が計画されるようになった。輸送量増大に伴う東海道本線も進み、1901年12月に、米原、川瀬間、1902年11月に、 長岡前原間が伏線化された。明治40年代に入ると、駅の拡張工事が計画された。1915年9月に、東海道本線下りの仕分け線が新設されたが、第一次世界大戦によ、1917年から、にわかに中継拠点として取り扱う、貨物量が増加したため容量不足に陥った。そのため、拡張工事が開始されると、 小口輸送の整理作業を一旦長浜に移してから中部仕分け線に着手し、次に東海道線上りの仕分け線に着手した。仕分け線の新設工事は1923年8月に竣工した。1930年3月に小口輸送用のホームを拡張し、以後は客車留置線の設置や電動装置の設置などの改良工事が戦後まで、 随時行われてきた。彦根以南の路線を持っていた大海鉄道は、北陸本線や東海道本線急行列車の利用客の利便を図って、次路線の利用を促進させるため1926年11月に、前原彦根に鉄道敷設免許を申請し、1927年8月に免許が交付された。そして、1929年6月に着工し、 1931年3月に開業した。なお、長浜町の要請を受けて、長浜前原の延伸も計画されたが、当期の公設や国鉄の横断工事での工事費から実現しなかった。1923年の改良以降、前原駅構内を改良する計画は1937年から1938年にかけて立案され、1940年に、 用地買収と土工着手に取り掛かってきたが、第二次世界大戦によって工事が中断していた。戦時中は、駅が空襲の対象になることが予想され、機関区の転車台が破壊された時に備えた機関車の方向転換ができる三角線が設置され、列車を空襲から守るための列車号も着工された。東海道本線は、 1894年の時点で、発着する列車はすべて各駅停車で、その本数は7本に過ぎなかった。しかし、1940年に至るまでに、約5倍の本数の列車が発着するようになった。1896年9月には、急行列車1往復が運転されるようになり、1903年の時点では2本に増加していた。 1906年4月に運行開始された最急行列車も前原駅に停車した。その後、鉄道国有化を経て、長距離輸送が盛んとなったため急行列車は増加を続け、大正末から昭和初期には前原駅停車の列車の3分の1程度が急行列車だった。前原駅は北陸本線との結節点として、いずれの列車も停車していたが、 1930年10月に運行開始したツバメが初めての通過列車となった。この当時は東京、京阪神での出発、到着時刻より早朝、深夜に発着する列車が少なくなく、普通列車も毎時発着とはならず日中でも2時間程度間隔があることがあった。北陸本線に対する列車は東海道本線の3分の1程度であった。 開業した当時は、金ヶ崎米原間で1日3往復が設定された。金沢小松間が開業した1898年4月1日からは、東海道本線神戸方との直通運転を開始した。また、東京方への直通の要望を受けて1908年5月1日から、東海道本線東京方と北陸本線を直通する列車が新設された。 急行列車が初めて設定されたのは1922年3月15日であった。彦根と長浜の都市間移動をする利用者が増加したため、1931年11月から国鉄で初となる電気式ガソリンカーで長浜彦根間を運行した。北陸本線では第二次世界大戦によって急行は一時廃止された。また、 彦根長浜間の電気式ガソリンカーは戦時中の燃料統制によって休止された。戦時中は軍事物資や兵員輸送のために軍用列車が多く出入りしており空爆の対象になるほどであった。第二次世界大戦後は朝鮮特需によって急激に貨物輸送量が増加し輸送拠点としての前原駅はさらに逼迫した状況に陥った。 浜松姫路で電化工事計画の下で、前原で工区を分割されたため、前原で機関車の付け替えが行われることになり、電気機関区や機械線の新設が必要となった。同時に、北陸本線の複線化工事も進められていたため、前原駅の抜本的な改良工事が必要となった。そこで1954年2月1日から、前原駅改良工事が着手。 校内3カ所に分散していた仕分け線を、神戸寄りに集約して1700両分の平面操車場を設置し、撤去した仕分け線跡地に電気機関区50両分を新設した。駅北側にあった線形機関車庫は縮小された。旅客設備の改良も行われ、ホームや荷物湖線橋の新設や旅客湖線橋の延伸が行われている。思考費は、 約10億円で、当時としては、珍しい大規模な機械化試行が行われた。昼夜を問わず工事が進められ、1955年11月1日に、竣工した。戦時中に二次世界大戦直後は、全国で、鉄道施設や車両が破壊された影響で、前原駅でも1950年に発着する、列車数は、戦前の1931年以前の水準に、後退していた。 ただし、優等列車は1950年11月の段階ですべて前原駅に停車していた。また、1947年7月5日には、前原発着の北陸本線急行列車が復活した。1950年11月2日から北陸本線を経由する急行には、日本海や北陸といった愛称が付けられた。1955年に、 東海道本線、稲沢米原間が直流電化される。1957年の北陸本線田村、鶴ヶ間の交流電化に合わせて田村米原間が複線化され、配線の変更工事が行われた。東海道新幹線の計画線にあった客車操車場は電気機関区に隣接した場所に移設され、将来の電車化を想定して、 客車100両の容量で設置された。また、北陸本線複線化によって入れ替え時に、本線横断を伴うことを防ぐために、貨車区も移動され、貨車走車場の位置に移設された。また、東海道本線の電車化の推進で、不要になった蒸気機関車関係の設備があった跡地に、電車留置線が新設された。しかし、前原は、東海道本線屈指の巨大な駅として、 校内配線が複雑化しており、作波や黒磯のように地上設備を設けた地上切り替え方式を採用することが困難であった。そのため、田村前原は非電化のまま損置して蒸気機関車によって接続を行うこととした。1962年に田村坂田に硬直セクションを設け、伊南の前原まで直流電化されたが、当時は 硬直療養の電気機関車や電車が量産されておらず、原因も蒸気機関車がディーゼル機関車に置き換えられた後の1983年3月まで行われた。この時蒸気機関車 D10、e、D50、D51、ディーゼル機関車 DD50、で1 0が原因機関車として活躍していた。昭和30年代以降は高度経済成長を通じて、 東海道本線の電化と輸送力強化で、優等列車が増発されたが、一部の特急が前原を通過し、また、急行列車も前原の代わりに、彦根に停車するようになる。1956年11月から、電車の運転が東京方、神戸方の両方向から延伸され、前原駅にも電車が発着するようになった。このことで、 前原を発車する列車の時刻が均等化し、急行列車も含め1時間に2本程度の列車が運行されるようになった。北陸本線は1961年から特急列車の運転が開始された。1964年10月1日には東海道新幹線が開業した。当初はターミナル技能を持つ駅を彦根と前原で検討し、 彦根の方が都市、産業が発達していたものの連絡機能をすべて彦根に移転しなければならないことや、前原彦根間を無駄に往復しなければならないことを考慮して、前原に東海道新幹線との接続機能を置くことになった。北陸本線の電化によって、不要になった土地を利用できて、支障家屋が少なくなるため、新幹線の駅は駅西側に併設された。 駅東側に設置した場合は、家屋が密集する地域を縦断し、国道8号との立体交差によって高い部分を通らなければならなくなるため工費が増大するデメリットがあった。この工事によって、前原駅にもともと併設されていた客貨車区、車掌区、ボイラー室などは、新幹線より西側に総合現場事務所としてまとめられることになった。 新幹線開業前から使われていた湖泉橋を延伸する形で旅客通路の改良が行われた。施行はすでに営業している線路や試運転が開始した新幹線に注意を払いながら行われ、起電停止や作業中止を行いながらも進められた。軌道工事のヤードは新幹線の前原駅の東京寄りに設置されたが、天の川氾濫時の浸水範囲の問題から地元と 協議がつかず最小限の面積で設置された。新幹線開業に伴う前原駅の建設により、駅構内の北部にある湖泉橋が拡幅された。東海道新幹線の開業により、在来線優等列車が廃止され、それによって線路容量に余裕ができたことから電車による運行が増え、一方で客車による普通列車が大幅に減少した。このことで次第に、 前原駅は、京阪神の都市近郊に組み込まれていく。北陸本線の特急列車は1961年から運行開始し、昭和40年代以降は、急行からの格上げなどを含めて特急が大増発された。しかし、1974年に、湖西線が開業したことで、京阪神方面を発着とする列車の多くが、湖西線経由となったため再び減少した。 長浜彦根間の運行は交流電化後に、機動車によって復活し、列車の発着時刻も機動車による運行ができたことで、偏りがなくなっていった。1980年の国鉄の労使関係悪化や、合理化による急行列車廃止によって一時的に発着する列車本数が減少した。国鉄米原駅は、名古屋鉄道管理局の管理下に置かれ、東海道本線、 彦根米原間には大阪鉄道管理局との協会、北陸本線、酒田米原間には金沢鉄道管理局の協会が置かれていたが、こうした管理局の協会がダイヤ作成上の障害になっていた。米原が名古屋鉄道管理局、大阪鉄道管理局、金沢鉄道管理局との協会に隣接していたこともあり、 本社でダイヤを作成する急行や特急などの優等列車は特に問題なかったが、各管理局で作成する地域輸送の列車は管理局ごとの調整を避けるために境界をまたぐ列車の設定が少なかった。この影響で新快速は1985年には草津から彦根までの延伸されたが、前原には乗り入れなかった。さらに、当時は東京方からは大垣を境に、 前原川では列車本数が大幅に減少していた。東海道新幹線では昭和50年代から光の停車が増加し、ピーク時には終日毎時光1本、小玉2本の時期があったが、運転系統の見直しによってほぼ終日毎時光1本、小玉1本が停車するようになっている。はじめは東海道本線で見られた通勤。 数学向けの列車が増加する事象は、北陸本線でも見られるようになり、昭和50年代から、客車列車や、急行列車を廃止が見られるようになった。しかし、硬直療養の電車や電気機関車の導入が進まず、1983年3月まで、田村で、機関車交換が行われていた。また、一部の優等列車を除いては、東海道本線と北陸本線では、 運行系統が分断されていた。国鉄が民営化される直前の1987年3月1日に名古屋鉄道管理局と大阪鉄道管理局の協会が前原染外間に変更され、そのまま同年4月1日の国鉄民営化以降は JR 東海と JR 西日本の協会となる。駅構内に設けられてきた貨物設備や研修設備は 貨物輸送体系の変更によって1984年2月に廃止された。1990年代に入り、旧国鉄が保有していた資産を売却するための基盤整備事業が実施され、校内の廃線が変更された。工事は1995年に着工。これまでは、ホーム5面で、京急本の線路を持つ駅で、車両基地や貨物ヤードをつないだり硬直セクションを、 橋渡しする目的の機関車を、着回し、留置するための線路が多かった。しかし、客車列車やヤード系貨物列車の廃止によって、校内配線が見直された。1998年に完成し、東海道本線下り線のホームを中心に、旅客ホームが全体的に西側に移設された。東口駅舎から国道8号の間に、鉄道用地としては、 不要になった土地が残り、前原市によって区画整理が行われた。大見鉄道の前原駅は JR 線の跡地に移転した。1988年3月のダイヤ改正以降は、国鉄時代に見られた管理局の協会による弊害を受けず、神戸方から新快速が前原に乗り入れるようになり、電車による前原乗り入れが大幅に増加した。また、 北陸本線の特急は JR 発足後以降に新幹線との接続を考慮してパターン化されていった。それに加え、1991年9月に中浜、田村間が直流電化したことで、東海道本線の新快速や快速が直通するようになり、列車の本数が大幅に増加した。日中にして1時間あたり、付近等に1本のダイヤだったのが、 1>, 1時間あたり日本に増加した。この直流化によって長浜は一気に関西での知名度がアップし、古島方面と湖北方面が近くなった。2006年9月24日以降は北陸本線、鶴ヶ長浜間の直流化によって長浜止まりの新快速が鶴ヶまで延長されている。2006年から前原駅の改築に着手し、 2009年3月21日には、京城駅として生まれ変わり東西自由通路によって、西口と東口を改札に入らずに行き来できるようになった。従来は階段しかなかった前原駅であったが、エスカレーターやエレベーター、オストメイト対応トイレが設置されバリアフリー化した。この工事によって、JR 東海と JR 西日本の駅舎が東西に並ぶ形になった。 JR 東海前原駅では改札外の切符売り場や直接入場できる改札口の新設のほか待合室やコンコースの改良トイレの増設も同時に行われている2016年3月26日までは旅客列車の東海道本線神戸方と東海道本線東京方で特急品の一往復と朝夕の普通列車が運行されていた前原駅は 東海道新幹線、東海道本線、北陸本線という鉄道交通網の観点で言えば存在感があるが駅周辺に著名な観光地が立地せず地味な印象が強くなってしまった。そうした印象を克服すべく米原駅東口の再開発が進められている。北陸新幹線の敦賀駅伊勢のルート選定に当たっては米原駅で 東海道新幹線に接続するマ原ルートがルート案の一つとして浮上し、滋賀県関係者が強く推していたものの、与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームが、敦賀駅から小浜市を経由して、京都駅へ直行する小浜、京都ルートを採用した。駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成在来線、新幹線とも地上駅である。現在の駅舎は2009年3月より使用開始となった京上駅舎である。前原市管理の東西自由通路が駅の東西を結び、自由通路から在来線改札口、新幹線改札口を利用できる。また改札内には新幹線、在来線の乗り換え改札がある。なお、在来線改札口には、 2021年3月13日からの、都下エリアの前原駅までの拡大に伴い、都下エリアからの校舎専用の IC カード専用自動改札機が設置されている。2009年7月1日から在来線を管轄する JR 西日本は、京阪新近郊エリアの在来線駅のホーム上の喫煙コーナーを廃止した関係で、当駅も同日以降、在来線ホームは、 全面禁煙となっている。在来線東海道本線では、東京起点 445km034m と同 447km763m に場内信号機が設置され、駅構内は 2km729m に及ぶ。JR 西日本と JR 東海との会社協会は、駅東方の 東海道本線の上り線と下り線とが合流するカーブ付近の下り第一閉塞信号機にある。当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として北陸本線の酒田駅大見四つ駅間の各駅を管理しており、停車場に分類される。東京型で東海道本線上りが北陸本線をまたぐ形で立体交差になっている。 前原駅の東京方の東海道本線上下線の内側に電流線を抱えており、電車1から6番線、客三沢7から15番線が設けられている。これらの電流線は、前原機関区、前原客貨車区として整備されたものである。貨物列車は昼夜を問わず通過し、特に深夜、早朝にかけて、東海道本線上りと北陸本線を折り返す列車が集中する。 東海道本線の米原をまたいだ旅客列車は大阪、鉱山間を運転する特急ひ田が運転されている。特急白鷺が金沢から名古屋か米原のいずれかまで運転されているが、米原経由して名古屋に至る列車は米原駅をスイッチバックする。湖西線が強風で運休になった場合は特急サンダーバードが米原経由で運行され、こうした 湖西線の運休は避けられない事象であるためダイヤはサンダーバードが米原経由で運行することに対応できるものになっている。迂回した金沢方面からのサンダーバードが米原に運転停車し、関西空港へ急ぐ旅客のみを特別に新幹線に誘導することがある。サンダイズ瀬とサンダイズ出雲は会社ごとの乗務員に交代するため、米原駅で運転停車する。 東海道本線名古屋方面は、日中時間帯は1時間あたり2本が発着する。日中は大垣までの列車が多いが、朝方や夕方以降は、名古屋、豊橋方面と直通する新快速、特別快速が多い。2016年以降は、東海道本線を前原を越して運行する、普通列車は存在しない。東海道本線京都、大阪方面と北陸本線は、 日中時間帯は1時間あたり新快速2本と、当駅発着の普通列車2本が停車する。普通列車は京都あるいは高槻より快速列車となる。北陸本線の列車本数は、神戸方から乗り入れる新快速を含んで、日中1時間あたり2本である。米原駅は、特急白鷺や新快速の両列車を対象に、分割併合作業が日常的に実施されている。 白鷺は、金沢方面からの乗客が、米原で乗り換えする割合が大きいため、新快速は、米原以北のホームの制約から上辺制での、進入ができないため分割併合が行われている。在来線の乗り場と、番線島式ホーム3面6線を使用する。1番線と4番線は存在しない。1番線は、東海道本線下りの貨物列車の通過に使われる。 4番線は、前原走車場に着発する、北陸線の貨物列車が通過し、上下線共用である。2.3番線は、東海道本線下りのホームとして用いられている。東海道線の案内は上り線のみで、下り線と北陸線方面では、琵琶湖線として案内が行われている。新幹線、縦断線形で見ると、湖線橋や、周辺の道路、鉄道の関係から、 前原駅は、すり鉢の底部に当たる部分に設置されている。下部構造はり土。構内配線は通過線2線とその両側に、上下線のホームを設けた東海道新幹線では、標準的な形状である。しかし、東京側は、関ヶ原越えを控えるため事故車両や、対比列車が停車できるよう、上りホームの外側でも客扱いができるようになっている。 いずれの線路も半径3000メートルの曲線である。上りホームは、福音5.5から10.1メートル、延長342メートル。下りホームは、福音7.0メートル、延長360メートルである。ホームの断面に、中空で作業員等が通行できるスペースがある。積雪量が多い地域であるため、1966年には、岐阜羽島と合わせて、 主要な分岐器に融雪機が設置された。また、前原駅を含む東京起点376キロ500メートルから445キロメートルの区間までスプリンクラーが設置されている。ホーム上の旅客に水が飛散しないように車両の侵入を感知し、停車中は散水を停止する機構が設置されている。ほぼ全時間帯で光と小玉が毎時一本ずつ停車する。 最速立つ列車の望のみは全列車が通過する。この間の光は、ほとんどが各駅停車となっており、隣の停車駅は京都あるいは岐阜羽島となるが、夜間の東京行き光一本のみ、岐阜羽島を通過し、名古屋まで停車しない。上りホームには、琵琶湖からの湖風を遮るためアクリルガラスの風防が設置されている。大江鉄道の米原駅は、 駅周辺の整備工事に伴い2007年6月8日に JR 東口駅舎に隣接する場所に移転し、線路も駅手前の約1600メートル部分について JR 東海道本線下り本線沿いに移設されたが営業期路の変更は行われていない。ホームは東端式ホーム一面2線で駅舎は仮設のものが設置され、 移設工事のため6月1日から7日の間は、前原駅、富士テック前駅間がバス代行となった。新駅舎の工事は2011年12月に着工し、2012年4月5日に JR 完成して、JR 前原駅東口と直結するようになった。鉄骨平屋建ての約96平方メートルで、そのうちの 約36平方メートルはテナントスペースに割り当てられている。スロープによるバリアフリーが施されている。なお、1998年の JR 前原駅縮小前は JR の駅と隣り合っていた。JR 前原駅東口の移設後から2007年の移設までは新しく設けられた駅前広場を挟んで JR 駅がある形態だった。乗り場前原車場は 前原駅構内に設けられた走車場である。作業は JR 西日本が行っている。電報略号は枚葬である。下りは貨物1から6番線、上りは貨物1から5番線を持ち、琵琶湖線の上下線の間に位置する。現在では運転停車、東海道本線上りと北陸本線の貨物列車の折り返し、機関車付け替えの役割を担っている。かつては、 前原に来た貨物列車を分解し各方面ごとの列車に蘇生していた。2002年には着発線2 0方式でコンテナ2役のできる前原貨物ターミナル駅設置が新規事業化された。国の交通欠節点改善事業を受けて整備が進められている。東海道本線では 平均 50km に1駅の配置であるが、京都貨物駅と岐阜貨物ターミナル駅の 104km は空白で、県内の物流は各駅からトラックで輸送する方法に頼らざるを得ないのが現状である。この貨物ターミナル駅が完成すると、滋賀県の人口の約50%が駅税券としてカバーできる。敷地面積3.6ヘクタール。 最長26両編成に対応するため、延長550メートルで200作業体、コンテナ置き場を含めた幅33メートルのコンテナホームを整備し、荷捌き施設やトラック専用駐車場を設置する予定。貨物ターミナルは JR 貨物、アクセス道路は国土交通省が整備する。後期は3年弱を見込んでおり、アクセス道路を担当する国土交通省近畿地方。 整備局市が国道事務所では2020年は調査、設計の段階である。東海道新幹線の開業に合わせ、駅の北西、新幹線路線脇に、保線所が設けられた。12本の引き込み線があり、うち日本は3線機で、その先端には、転車台がある。開業当時は、狭い基地であったため材料や予備機器を置く余裕がなく、運用に不都合が多かった。また、 敷地内には新幹線用の変電所がある。JR の駅では株式会社井筒屋が販売している。主な駅弁は下記の通り。前原駅開業から間もない1890年度から1915年度までは乗降客数は年間10万人程度の横ばいで、以後増加に転じている。1947年頃には毎晩3000人から4000人が、 待合室や駅構内で人夜を明かしていた。第二次世界大戦後以降の乗降客数の推移では、はじめは定期旅客数が定期外旅客数をやや上回っていたが、定期外旅客数は新幹線開業の影響によって大きく上昇して1980年度の時点で定期旅客数を上回っていた。1990年度時点では過半数が新幹線利用者であった。 滋賀県統計所による近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。JR 西日本のみの乗車人員では特急、白鷺一部通過駅の長浜駅と同程度であるが JR 東海と合わせた乗車人員では当駅の方が多くなる。在来線同士の乗り換え客はこの数字には含まれていない。 取扱い貨物は1890年から1930年まで1万トンを超えることがなく、周辺の彦根、長浜、サメ貝と比べ量が少なく、1900年から10年間にかけてその開きが顕著になった。これは、前原港での水分水退の影響が大きい。そして、昭和恐慌によって減少に転じている。1 9 3年度時点での品目では、 発送では、周辺地域の農産物、入荷では、炎寒魚、貝虫、石炭、コークスが目立った。米原から鉄道で発送される貨物の液税権は、北端、東端が、沖永村、南端が、鳥居本村であった。また、長岡や樽井などから鉄道で輸送されてくる石灰を、米原で輸送船に中継することがあった。当時の米原駅は、 鉄道同士の結節点のみならず、水陸の結節点としても役割を担っていた。1932年の米原から発送される貨物は網製品や活鮮魚が目立つようになる。特に活鮮魚は、入江内湖の埋め立て前は、米原で盛んに漁業が行われてきたことが伺い知ることができ、中でも小鮎の出荷量はおよそ百九十万匹に、及び米原駅に、 専用の貨車が配備されるほどであった。第二次世界大戦後の発送貨物は国鉄全体の貨物輸送が減少傾向にあり、米原も低迷傾向にあった。1965年度の発送貨物や到着貨物の主位は石炭、砂利、セメントなどであったが、これは他地域からの中継品とみられる。また、発送、到着ともにレールや車両部品、 公衆輸送などもあったが、米原機関区や米原保線区へ供給される、資材のみならず中継も行われていたと考えられる。この時点では、米原町で作られたものは、ほとんど見られなくなった。高度経済成長期の末期には、あらゆる品目で取扱量が激減した状態であった。そして、国鉄末期の貨物輸送の合理化によって、貨物取扱いの整理対象に入り、 民営化以降は貨物取扱いがなくなった。米原はかつて中仙道と北国街道が分岐し、古くから交通の中継地である。米原は鉄道が開業して以来鉄道の街として栄えてきたが、貨物列車や人員などの合理化によってその性質も薄らいだ。国鉄分割。 民営化直前の1986年の時点で、前原で鉄道に従事する国鉄職員は950人で、直近15年間で国鉄の合理化に伴って半減している。前原駅北方の岩脇山に、第二次世界大戦末期に掘削され未完成のまま放置された列車号が残る。また、前原駅に襲来した敵機を機銃操車するために、上尾山に、 公社法人地が配備されていたが、現在は撤去されている。東海道新幹線が開業して、以降も一部の国鉄関係の施設を除いて水田が広がっていたが、1967年に鉄道をまたぐ米原高架橋が建設され、1970年には米原町役場を移転して、新しい市街地整備が進められた。その後、百七十二年から、 前原駅西口を前提とした土地区画整理事業に着手し、国鉄前原駅西口設置規制同盟会の発足を経て1974年3月に前原駅西口が設置されることが正式に決定。これに先立って1974年1月23日に前原町によって前原駅西部土地区画整理事業の都市計画決定が行われ、 1975年3月に事業計画が決定した。前原駅西口の起工式は1976年10月15日に行われた。駅前完成は1978年7月であり、面積は4500平方メートル。1979年に前原駅西口が4億3000万円の公費で、竣工し、3月2日から営業開始した。 この土地区画整理事業は1982年3月末に完成し、駅前広場の他福院28メートルの駅前道路である、米原再線などの道路や公園などが整備された。地区面積の約6割が第2種住居専用地域に指定され、駅前を中心に商業地域、近隣商業地域、住居地域が設けられた。完成後は、 農地が目立つ状態であったが、次第に商業施設や金融機関、共同住宅の建設が行われるようになり、1986年に平和堂米原店、1988年4月には滋賀県立文化産業交流会館がオープンした。駅前広場には賑にわいと交流を創出する目的で、直径約30メートルの円形広場が整備されている。この広場は、 米原駅、西口円形広場、リノベ、プロジェクトとして、米原市が、米原共同事業提案制度に基づいて、イベントを実施している。米原駅は、宿場町、港町として形成された、入江村大技米原の集落に隣接して、設置されたため、大見八幡駅などで見られた、旧市街地の衰退は特に見られず、旧市街地を踏襲しつつ、駅前集落が形成されていった。 鉄道庁として形成したが、これには駅と同時に前原機関庫が開設されたことによる。線路や駅舎、ホームが新幹線側に整理、移設したことによって駅構内の一部が鉄道用地ではなくなった。この土地の一部は鉄道総合技術研究所の風土技術センターやヤンマーの中央研究所に転用された。国鉄の民営化で、 機能停止になった貨物ヤード跡地は国鉄生産事業団の管理下になったが、こうした土地は事業団から譲渡された後は有給地として実質放置されてきた経歴がある。前原機関区には蒸気機関車の動輪を身体として祀った大見和宮があったが、前原機関区が1986年10月に廃止されたその翌年の1987年3月に、 ユノヤ神宮に潜入されている。2003年1月から、前原駅東口の土地区画整理事業に着手。土壌から、石炭柄や環境基準を超える量の鉛などが発見され、はじめは除去に約78億円を要すると試算されたが、調査を進め人体や環境に与える影響は小さく、安価で処理できることが分かった。土地を売却した、鉄道建設、 運輸施設整備支援機構が、前原市と滋賀県土地開発公社のそれぞれに対し1億7000万円ずつを支払うことで和解が成立した。2008年には、プロポーサル方式で再開発に着手する事業者を募集するなどの働きがあったが、リーマンショックの影響などで再開発が停滞してきた。そこで、前原市が、前原駅東口周辺まちづくり事業を進めており、 市役所庁舎の移転や集客施設の設置などが検討されている。熊健吾がこのプロジェクトに参加しており、再開発のコンセプトは、現代の宿場町として、中仙道と北国街道が分岐する米原塾をモチーフとする方針である。自転車で琵琶湖一周する琵琶市や市内観光でのサイクリング拠点として、東口には米原市が、 前原駅サイクルステーションを開設している。ビワ市のナショナルサイクルルート指定要件のゲートウェイとして指定されている。バス路線としては2020年現在、水見国バスが接続している。前原駅西口からは、木の本前原線、東口と西口から、前原工業団地線が発着する。前原駅西口から、伊吹山まで登山バスが運行されることがある。 西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道の在来線特急、急行と新幹線の停車駅については、各列車記事を参照のこと、ありがとうございます。